こんにちは、市役所です。今回は東近江秋祭りについて、にごはち祭り実行委員の松吉勝さんと商工労政課の西村浩二さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、毎年恒例の秋祭りの季節ですね。はい、東近江秋祭りはにごはち祭りや農林水産祭りなどを総称したイベントの名称です。今年の東近江秋祭りは11月3日と11月4日に開催します。3日のにごはち祭りは午前9時から午後3時まで、市役所新館駐車場と東庁舎の駐車場、さらに法務局前交差点から東近江警察署前交差点の道路を会場に開催します。4日の農林水産祭りは午前9時30分から午後2時まで、市役所東庁舎駐車場で開催します。はい、ではまず3日に開催されますにごはち祭りについて紹介してください。はい、第48回にごはち祭りは、招待状東近江の魅力を再発見する旅へをテーマに掲げ、まだ知られていない地域の魅力を発信する祭りへ挑戦します。当日は会場に3つの広場が企画されます。まず思いの広場では、東近江市で働く人たちの技術や魅力を知っていただき、さまざまな職種の体験ができます。次に商いの広場では、フリーマーケット、マルシェ、フードコート、キッチンカーの出店を予定しています。また東庁舎には市内の魅力を再発見する展示物を設置します。最後にわらべの広場では、段ボール迷路を実施し、迷路内に散りばめられた東近江市にまつわるクイズに挑戦してもらいます。また当日は他にもお祭りが同時開催されます。市内の美味しい地酒やお茶、船寿司などの特産品が並ぶ物産祭り、特産品を購入した人を対象とした抽選会もあります。エコ祭りでは、廃食油からキャンドルを作るエコキャンドル作り体験や、生ごみを堆肥にする段ボールコンポストの使い方の実演を実施します。ちょこっとバス広場や交通安全広場では、ちょこっとバスの乗車体験、ガラガラ抽選会、交通安全クイズ、自転車の運転マナーを学べるシミュレータ体験、交通安全ストラックアウトなど、楽しく学びながら体験することができます。防犯防追フェアでは、鑑識体験、警察車両などの展示を行います。車両展示については、消防自衛隊広場と同じエリアで実施します。国スポ、小スポ、東近江市開催記念フェアでは、ガリバン体験、福祉の仕事フェアでは、車椅子乗車体験など、企画が盛りだくさんです。また、3日と4日は、ちょこっとバス乗車運賃が大人100円、子供は無料となります。さらに、3日、4日は、会場で帰りに利用できるちょこっとバスの無料チケットをお渡しします。ぜひ公共交通機関を利用してお越しください。はい、こちらも盛りだくさんですね。はい、続いて4日に開催される農林水産祭りについても教えてください。はい、今年の農林水産祭りでは、東近江市の秋の味覚を感じてもらえるように、地元の農畜水産物や加工品を販売します。東近江市と観光連携している三重県南伊勢町の海産物などの販売も行います。またステージでは、天秤太鼓塾、鹿学園高校チアリーディング部のパフォーマンス、八日市高校吹奏楽部の演奏や、東近江市産のお米のゲリラ炊飯と試食、そして東近江市産農産物が当たる抽選会などイベントが盛りだくさんです。はい、では最後に会場へのアクセスについてお願いします。はい、会場周辺の駐車場は限られていますので、ちょこっとバスや近江鉄道などの公共交通機関を利用してお越しください。車でお越しの場合は、11月3日に限り、東近江大凧会館と保健子育て複合施設ハピネスの臨時駐車場からシャトルバスを運行しますので、利用してください。皆さんのお越しをお待ちしております。